漢卓は水を使わないで拓本を取る技術である。ペトログリフを漢卓する様子もともと中国で生まれた拓本は水で画線紙を対象物の石や金属に貼り付けて対象物の凹凸に紙を食い込ませ出た部分に担保で墨を叩くことで文字や像を紙の表面に写し取る技法であった。この技術は千年以上にわたって中国で使われ、 中世には日本にも入ってきたと考えられている。日本では明治維新後、考古学という新しい学問分野ができた。初期の考古学は出土した瓦や土器の拓本を取って変年化することが重要であるとされていた。中には水を使えない、着色された出土品や木製品があったため、考古学者は炭を固めてこすって取る方法を考えついたと言われている。 この方法は誰もが子供の時コインに紙を当て鉛筆で擦って模様を写し取った方法と同じである。しかし誰もそれが拓本の漢拓技法だとは知らずに忘れ去られていった。鉛筆で本の表紙のスタンプを漢拓をする様子漢拓技法はイギリスにも伝わった。十字軍の時代、教会の床に寄進された騎士や 僧侶の真鍮のレリーフがロンドンを中心に数多く残っている。これを紙にチョークで写し取る技法が残っており、ブラスラビングと呼ばれている。アラビアのロレンスで知られるトーマス・エドワード・ロレンスは父に連れられてブラスラビングをしたと言われている。アガサ・クリスティの小説にも年老いたブラスラビングの職人が登場する。またダン・ブラウンの推理小説、ダビンチ・コードにも 脚本の場面があるが、映画は省かれている。ありがとうございます。